橋本です。こんばんは。今日最後の動画を一本撮りたいと思います。で今日のね、最後の一本は、私の、元同僚の男の子と、また1時間20分ぐらい今喋ったんですよ。ね。でこの子のことをちょっと皆さんにちょっとね、話しさせてください。で、実は、この彼は、この石屋のことですよ。ワクワクのことを、真実を知ったのが、まだ今年なの。それも、確か5月だったかな。わかります？だから、6、7、8、9、10、11、12。たった7ヶ月。7ヶ月前に、真実を知ったんですよ。ね？そこからですよ。今日までたった7ヶ月で、ね、石屋のことは徹底的に調べた。うん。ね、ワクワクのことから、ね、それから陰謀論のこと、ね、人口ほにゃらら、うん、気象、ね、天候のほにゃらら、うん、ね、ニューワールドほにゃらら、いろいろ、とにかく全部、全部を徹底的に調べまくった。ね、でね、なんと彼ね、このことを最初に気がついた時に仕事してらなくなっちゃったんだって。前の動画でも言ったんだけど、仕事辞めちゃったんだよ。手につかなくなっちゃって、うん、そして徹底的に調べた。だからもう毎日が日曜日だから、羨ましいね。朝からずっといろんな YouTube 見てさ、ブログ見てね、 Facebook 見て、うん、で、なおかつでしょ、なおかつね、この、ホワイトチームと、ね、石屋チームが茶番だってことまで分かっちゃったんだよ。うん、で結局これをやっている創造主のところまで行き着いちゃった本人ね。そして結局は一体この地球規模で起きているこの茶番は何のためって、うん、要は魂を磨くためなんだけどさ、魂向上のため、二極化を味わうため、楽しむため、うん、まあ、結局普段僕はずっと喋ってることなんだけど、ここまで話がちゃんと理解できるぐらい成長しちゃった。もう奇跡的、すごい。いやー、もうたまげちゃったよ、本当に。僕、何年かかったと思ってんの、ここまで来んのに。いやー、こう、一体僕の時間何だったのって感じ。って。20年かかってんだよ、20年。そしてやっとこの境地になったの。うん。で、さっき話をしていて、僕、真剣に、ね、内観するって、うん、真剣に先進やりますって言うんですよ。びっくりすこいたよ、うん、最後はもう外に答えはないって、うん、自分の内側にあるって、そしてもう自分は神だっていうことを徹底的に叩き込むって、そういうふうにね、コミットしてた。すごいよ、うん、だからちょっとね、面白いこと言ってたんだけど、もう少し自分の中できちんとこの法則、宇宙の法則、うん、こういったことがきちんと自分の魂に腑に落ちるまで、就職しないんだって。とりあえず彼独身だからね、うん、まだかろうじて貯金があるんだってさ。だからそこはまだついてないんだって。だから、うん、学べるだけ学ぶ、うんうん、探求するだけ探求する、うん、ね、ご法度の心を徹底的に、見ていく。すごいね。とにかくね、断捨離するって言ったんだから、うん、何の断捨離するんだったら全部やるって、うん、魂の断捨離もする、ね、身の回りの断捨離もするね、人間関係の断捨離もするって。
捨てたところしか、ね、新しいも入ってきますよね橋本さんとか、そうだよなんて。すごくない？いやーもうね、下手、もうなんて言うんだろう、もう僕の魂のレベルとは比べ物になんない、うん、本当にすごいわ、うん、もうね改めて手を合わせます。本当に素晴らしいです、ありがとうございます。私確かにコーチはしましたけれど、ね、それはなぜってちょっと先に知ったからお伝えしただけなんですよ。ただそれだけだけど、その学びのスピード、受け入れるスピード、手放すスピードね、うん、こういったことはもうあなたには叶いません。無理です。もう感動しました。でもね、これでね、逆に言うとね、ピンときたんですけど、ピンときてるんですけど、これから、こういったことを、勉強する人、探求する人、うん、魂を磨く人、この人たちのスピードね、やっぱこの、この僕の友人のね、同僚、元同僚と同じように、こういうスピードでどんどん覚醒していくんだろうなって、本当に思ってる。うん、だから、やっぱね、時代変わったんですよ、うんね。地球の波動が上がってる。うん、で風の時代になった、うん。で、真実も分かった。ね、茶番も分かった。ねうん、ねトランプさんも確かにすごい人だよ。もうねうん、だけど、もうかれこれ発表があってから、2年過ぎてきた。もう3年目に入ったもん、特に。もうみんな待ちくたびれと。で、結局は、ね、依存だったの、依存。トランプさんに依存。ね、うん。ひっくり返してくれるだろうとか、ね、うん。ベーシックインカムを早くやってくれるだろうとか、緊急放送来るだろうとかって。ね、本当にみんな期待したの。僕もだから、僕も。こうたぶりも、私も、また裏切られたなんて思ってんだから。うん、だけれど、結局、ね、ゲームマスター、ね、この地球規模を作ったゲームマスター、神様は、こういうことを通して、ね、私たち一人一人の魂を、ね、に火をつけた。うんね、炎の灯火をスイッチを入れた。それをしたかったがための、これは、ね、すごい大仕掛けだったってことだよ。すごくない？ね、まあそういったことで、今回この私の元会社の同僚を通してすごい私自身も学び、うん、気づきをもらうことができました。本当にねありがとうございました、ねうんまあ、そういったことで、短いですけれども動画1本、上げさせていただきました。大変にありがとうございます。